もしれないシリーズ、乃木坂46リズムフェスティバルですね。またやっていこうと思います。つい最近もね、他人の空にの話をするためにこれやってたんですけれど、ちょっとまあシリーズ化したいなっていうのがあって、僕その前々からね、この乃木坂のね歌を皆さんにこう推していきたいわけですよ。でやっぱ僕乃木坂のね歌の歌詞だったりとか、まあその普通単純に歌が好きっていうのもあるんですけれど、この曲のここがいいよとかっていうのをね、なんか動画にしたいなってずっと思ってたんですけれど、乃木フェスちょうどいいじゃんと思って、なんか乃木フェスでね出た楽曲とか、イベントの曲とかはね、なんかその都度動画にして、その思い出だったりその曲についてねお話しできればなんかちょうどいいかなと思ったんで、まあ乃木フェスをね通して皆さんにその乃木坂の楽曲をね推していければいいかなと思っておりますので、やっていきましょう。今日はですね、まあもうイベント最終日なんですけれど、多分この動画が上がってる日が最終日、ちょっとまたねポイントを溜め込んだまま一回もやってない、これですね、ブランニューデイ。今日の楽曲は毎日がブランニューデイです。ブラン噛んじゃった。毎日がブランニューデイです。はい、3期生のね楽曲ですね。3期生曲の中では一番新しいんじゃない、一番新しい曲これだよね多分。あれ大人たちの方が新しいっけ、ちょっとわかんないや、大人たちの方が新しい気がする。久保ちゃんがねセンターの3期生曲なんですけれど、あ大人たちの方が新しいね、全然幸せの方向ショックに、ね、入ってた楽曲ですね。3期生たちみんないるね。まあこの曲をまあちょっとね、やりながらお話ししていければなと思います。ということで、まあ、今回もちょっとね初見でねやりつつお話ししようかな。今回特攻とかはね全然入れてないから、まあ、あんまりイベントをね本気でこうやろうっていう感じではないんですけれど、ちょっとライティングが映り込むの嫌だけど、このライティング映らないようにしたら僕の顔が映るのが嫌なんだよね。ちょっと難しいんだけど、科学にね気をつけながらやっていこうと思います。そうブランニューデイね、まあ、3期生曲ってことで、3期生曲ね好きな歌いっぱいありますけれど、久保ちゃんセンターの、ね、曲ってことで、僕も大変大変大好きな、ね、歌なんですけれども、まあ、とりあえず一回ねやってみよう。これさ初見で毎回これ無音でやってるんだけど、動画の時はイヤホンすればいいって話ありますけれど、イヤホンってちょっと楽るんだよね。多分有線のイヤホンだったらそんなことないんだけど、まあ普段はでもワイヤレスしか使わないから、ワイヤレスだと楽っちゃうから、もうイヤホンもつけずに無音でいつもやってるところです。まあそれは置いといて、今どこをちょっと喋りながらやってたら今どこか分かんないや。めちゃくちゃ振りが可愛い。
しい派だったけど、僕は結構これも押しててね、あ、かわいい、はい、かわいい、そう、これ押してて、ね、いい曲だなと思ってました。そう、とりあえずだけど、まあ、楽曲が長くてよかったね。短いとちょっとね、嫌なんですけど、という感じで、まあこんな感じで回しながらね、サビの最後かな、あの、人は誰もいつの日にか自分が生きる意味を知るのだろうっていう、ね、部分が、まあ、メッセージとしてはすごく重要なことを伝えてるのかなと思います。ただ一番最後どこで完結するかというと、まあ、ずっとずっとね、僕がついてるよっていうので、だって何も好きなんだって言ってね、こんなに好きなんだと言って、まあ楽曲が終わるわけなんですけれど、可愛いね、久保ちゃんが可愛い。そう、まあ最後はその、何、なんでこう僕がこんなになる、なれるかっていうのは、だって君をこんなに愛してるから、その最初に言った、ね、毎日がこう、あの、人がね、一日一日変化していけるとか、あの、自分がね、生きる意味を知るとかっていうのは、とてもね、ポジティブなメッセージ性がある部分だなと。で、まあ、なんでそうなれるかっていうのは、やっぱ誰かを愛してるとか、誰かのことを思っているから。
お話ししてみました。いいね、やっぱ歌詞の話できるのは楽しいので、これ、まあ、評判というか皆さんの反応がどうあれ、僕としては何曲かね